はい、スカンクラジオです。マーボです。この内容はスカンクラジオではない、スカンクテレビっていうか、もう誰も知らないよね。昔ビデオ作ってたんですよ。でビデオ作って、メモもやってるんですけど、作ってるんで、作ってて、その時の名前がスカンクテレビだったんです。外で撮ると気分がいいっていうか、緑とかあって、田舎なんでね、いいんじゃないかなと思ったんですけど、なんかね、静かなところだと、いいと思ったんだけどな。はい。で、明日じゃねえや。7月3日から、日曜日からなんですよ。展覧会をまたやります。一宮の森のギャラリーというところです。はい。はい、で、あるんですよ。で、毎回看板を描いてるんです。看板の絵を。その場で描いてみようかなと思って、勤めてやってたんですけども、それはたまたま、どの会場ってわけでもないんですけど、2会場、ホワイトボードがあったので、その場で書いてみようかなと思いまして、お寺の時はね、ホワイトボードはあったんですけど、なんかお寺の備品じゃないって後から言われて、なんだそれっていう、円徳寺全然ダメですよ。もう名前出しますけどね。ほんとあそこ、何あいつ、ほら、信長暗殺したやつ、誰だっけ、あいつさ、本能寺じゃなくて円徳寺やけよ。俺ぐらいちょっと同化してると思ったよ。でね、勤めて悪くってわけではないけども、ちょっとね、僕が、なんていうかな、この、僧侶っていうかさ、お坊さんに対して超人的なものを求めすぎているのかもしれないけれど、それならもうちょっと謙虚になってほしいですね。自分言ったこと絶対みたいな話とかさ、何かトラブルにあって、劣勢に立たされている立場だから、なんていうの、助けてほしいと思ってで来ているときに喧嘩両成敗みたいなことを言って、弱い立場の人を蹴っ飛ばすみたいなことをやるね、喧嘩両成敗ってそういう時言うとなんか賢いこと言ったみたいな感じがするんだけど、あれ違うからな。弱い人はそれでは救われないよ。でまあそんなクズみたいな坊主がいる寺なんかどっちでもいいんですけれど、やるんですよ。で、一宮でやるので、の森のギャラリーというところでやるので、来てください。7月3日から1週間と言いつつも、なんだっけな、火曜日はお休みです。で、水曜日は、その近所というか、でやってる、桜木マルシェ、毎週水曜やってる桜木マルシェっていうのと、森のギャラリーで同時開催みたいな状態になっておりますので、その水曜日なんか来ると楽しいんじゃないんですかね。はい。もう、まあ、ダブルブッキングはね、これで何回目かな。まあなんか、何年かに1回やって、記憶している中では3回目かな。だんだんトラブルの感じっていうのがなくなってきているので、お互いプラス方向でやれたらいいですよねっていうことになればいいんじゃないかと思って考えています。ただ、全体的には、どの時でも僕は全員金属バットでバンバンに殴ってやりたいっていう気分ではあります。立場はずっと弱いかもしれないけれど、立場が弱い人は足蹴にしていいっていう話はないでしょう。うん。
それやっていいんだったらさ、正直言ってさ、あの太ったひげ生えたデブみたいなやつとかさ、あの誰だっけ、どっかのさ、あの私立の大学の教授だよ、あいつみたいにさ、もう全員足蹴飛ばしてるよ。おめえ自分で立ち上がれ。コロ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 立ち上がりないよーとかって言ってりゃいいんだよとかってなっちゃうから、そういうことがないようにみんなで、たまたま僕らが立場がいい、別にそんなに立場が弱いわけではないけれども、勝手に弱いっていう風に見下されちゃうとか、そういうことはやめようよ。誰でも弱い立場になることなんかいくらでもありますね。仮面ライダーじゃなくったって人は助け合いだよ。でその時の看板が、毎回書くようにしてるんだけれども、今回森のギャラリーはホワイトボードがないんですよ。それなんで、事前に書いとくことにしました。あのお寺の時も結局使えなくなっちゃったんで、事前になんか変な、なんだっけな、あのこの東海地方では B 氏って呼んでるんですけども、あの B 氏に書きまして、絶対模造紙って言ってやんねあの B 氏に書きまして、でそれを看板にしてたんです。で今回も、で今回はちょっとそういうのじゃなく、今回もないので、で改めてじゃない、先に書いておくことにしました。で当日書こうと思ったんだけど、もうちょっと体力的にきついんで、なるだけ当日は、当日っていうか設営の時はもう設営するだけにして、あんま細かいその場で作り物みたいなことなんかは、なるだけやらないように、もう設営に集中してやりたいなと思っています。はい、あの意外と怒ってますからねいろんなことじゃ怒ってますっていうのは、なんでこうなっちゃうかっていうと、あのだらしないからですよ、僕以外の人が急にだらしなくなるからなんですよ。あのお金で解決できもしないのに、だらしないのってお金で解決できるんですよ。他人に任せればいいんで、金払って。だけどそれができないんだったら、ちょっとそういうことやめようよ、だらしないやり方、うんって思った。みんないい大人なんだし、子供いるんだから、おめえ子供いるんだったらちゃんとしろよ子供がかわいそうだよ。で、その時の絵を描き、描いてるところはちょっと動画で僕一人では撮りづらかったので、静止画でお送りします。この間にこうインサートされていきますから、それ解説します。で、まず紙です。紙、今回は、相方のマービンさんが、用意してくれた看板がありまして、それのあの貼り付けられ、その看板の部分ですよね。それが60センチ四方ぐらいなので、まず60センチ四方の、一応寸法を取りまして、そこに、書くものの当たりだけとりあえず取りました。基本的に、下書きしないでいきたいんですけど、割と込みったというか、その全部正面向いてれば楽ちんなんですけど、そういう絵をちょっと描いてないので、あのなるだけ下書きみたいなことはあまりやりたくはないので、格好つけてるわけではなくて、手間を省くためなんですけど、でそれが、それのために一応当たりだけ取っています。書く内容はだいたい決めていて、毎回龍と、風神雷神っていうことにしているので、今回も風神雷神を書きます。竜と風神雷神を書きます。で毎回は、開催中ってやって矢印書いてたんですけど、矢印くんっていうか矢印お化けみたいなのを書いてたんですけど、今回ちょっとどこに展示するかがわからないんで、矢印くんは、今回はお休みです。矢印くん、なんかそのうちちょっとちゃんと書きたいよね。矢印くんじゃなくて、なんかイカのさ、なんか空飛んでるイカとかさ、いいかなと思って、わかんないけど、わかんないっていうか、そのどういう風に、立ち位置決めていいかわかんないけど、でまずそれします。それから、書きます。ちょっと飛行機飛んでますね、飛行機飛んでますね、飛行機通り過ぎるまでお休みで、はい、でですね、目から書きます。一番でかそうなやつからの目から描いてます。で今回はなるだけ、なんかちょっとね、いつもは龍描くときできるだけ目は小さくしてるんです、あの巨大感を出すためになんですけど、なんかマーボンっていうチームのアイデンティティ的には可愛い感じっていうのを
どちらかというと優先したいので、今回はちょっと目を意識的に大きくしています。で、あ、目から描いてますよ。で、ごめん、これなんだ、あ、で、目、口、顎、額みたいな感じで一旦、あ、そうかそうか、一旦下に下がっていってから上へ描きます。上描き進めるんです、大体ね。で、今回はちょっと眉毛描くの忘れちゃったんですけど、大抵は目を描いてから眉毛描いてることが多いですが、なぜか今回は忘れていました。おかげでちょっとなんか、ただ、本当はね、斜め下ぐらいのところから見た感じにしたかったんですけど、単純に横向いてるだけになっちゃいました。まあ画力の問題ですよね。で、ヒゲ描きます。ヒゲはね、なんかすげえ気になってて、気になっててっていうか、割と気にしてて、そのなんていうのかな、顎のヒゲがのシルエットがひし形に、正面から見てひし形になったり、細長くしたりとかっていうことは毎回気にしてて、今回はヒゲ描くつもりなかったんだけども、なんか思わず描いてしまったので、細長くなる、シルエットとして細長くなるようなヒゲにしています。あとなんだ、よくさ、角も忘れてるから、角っていうか、その本当のこの頭から出てるやつじゃなくて、横の方から出てる角とかトゲっぽいやつを、意識して描いています。で、なんだっけな、それで、あれですよ、あれ来ました。その、角ですよ。角は、僕らの、光流っていう、光流だっけ光流、保安論の、もつ鍋屋さんの、店内にずっと、光流って、光流って保安論なんですけど、黄色い竜を描いて、描いたんです。その時に、角を、木にしたんですよ、桜の木に。で、これいいなと思ってて、まあ割とね、ありがちなんですけども、他のとこでも描いてる人いるんでいいんですよ。けどまあ桜の木にしたいなと思って、木にしてます。ちょっと描くのめんどくさいんですけど、でなかなか思ったような感じの枝ぶりにならないので。なぁと思って、今回は意識的に頑張って、なんか、あからさまに、木に見えるような枝ぶりにしています。こう、トナカイの角みたいに、まあ、あれも多分、他の樹木と同じよう、樹木のほら、葉っぱ、枝でも、根っこでも、まあ、大体同じような感じに、こう、フラクタルな、感じになってるじゃないですか。同じ、発想的には同じだとは思うんですけど、なるだけ、角じゃなくって、樹木の枝のようになるを意識しています。頭山っぽいですよね。今度じゃあ、竜の頭で頭山をやるか。ね。これマービンさんが分かってくれるかどうか分からんっていうもう大変その古典まあいいや、もう古典大事なんだよ、すげえ大事、本当に。なんていうのかな、古典の中からしか学べないと思うぐらい学べない、古典の中には、学ぶことがたくさんあるんだけどね。ね、未来には学べませんからね。はい。次に、もうタイトル書かないと忘れちゃうんで、書くとこなくなってどうしようってなるのも怖いんで、もうここでセンターにマーボンテって書きました。まあそんだけですよ。こうかっちり
このペンで書いた、マーカーで書いたそのままを、下書きしてるんじゃなくて、位置合わせとしてマーボン点っていうのを書いて、あとはそのままだったか、書いてます。はい。で、そろそろずっと髪の毛も書いてるんですけど、まあ、髪の毛も増やしつつ、で、いつも手書いてないんで、手書こうかなと思って、手を書きましたね。はい。手を書いて、次何したんだっけ？次は、あれだ。風神と雷神を書き始めましたね。これも同じように、顔っていうか目から描いてますね、ラストも。ただ両方と、同時に描いていかないと、僕大きさ間違えたりとかするので、あれ、なんだ、あれですよ、今それを見てるんですけど、撮った時の方向がめちゃくちゃだったんですげえ見づらい。顔から描いてます。だから上から描いてるんで、雷神の顔を描いて、風神の顔を描いて、体を描きながら手足を描いてっていう風に、交互というかな、に、それぞれのパーツを描いていてますね。で、あとね、ずっと眉毛がなかったんで、眉毛描きましたよ。だから、これ以降の風神雷神描く場合は、僕は眉毛をつけますね。あのね、眉毛がね、なんだっけな、あそこで見たやつ。角田次郎の漫画でね、確かあったのよ。後ろの百太郎じゃないと思ったけど、なんかね、こう、丸いだけじゃなくて、少し、こう、尖ったところがある眉毛を描いてるのがあって、あれ、なんかちょっと、こう、何？こう、妖怪っぽいっていうか、そういう感じがしていいなと思ったので、それにしてます。はい。それで、うわ、これ逆さだ。で、体も描いていくんですけれど、ちょっとね、体がだんだん大きくなっていって、もう体が、ね、体を描こうとすると、何、頭身がさ、普通の人間の頭身になっていくのよ。下手くそだから、まあ、どうしてもさ、リフォルメの頭身って書きづらいから、リアルな頭身になっちゃうの。で、ちょっと、若干大人っぽくなってしまったんだけど、一応書いてます。で、風神と雷神を書きまして、これどっちなんだ？わしゃわしゃ。で、書いたら、後で、こう、竜の髪の毛っていうか、ワシャ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 っと、こう、できるだけたくさん描きまして、なんだっけな。あと、目を描いてますね。お互いの、僕あんまり塗りつぶしとかベタとか作らないんですけれど、なんか目だけは、ちょっとはっきりさせたいので、黒目のところは、完全に黒で潰してないんだけども、できるだけ黒くなるようにして、で、そのなんかちょっと光彩の部分あるじゃないですか、ちょっと瞳の。あそこのところもまあ、なるだけ描き込むようにして、目だけは丁寧に描いてますね。で、それ以外のところは割とあっさりというか、割のラフな感じで描いてます。はい。といった具合で、今回は、で、完成です。で、今回は、なんだっけな、あれした、何いつもマーカーの、めっちゃ太い方と太い方とあるじゃないですか。あっちの、マーカーって言っても、僕普通の、マッキーってあるじゃないですか。両方左右というか、が書けるようになってる、太い方と、もっと太い方と。あれの、マッキーは油性なので、油性染料なので、水性顔料インクのフロッキーっていうやつを使ってて、まあ、いろいろ理由があって使ってるんですけど、なんだっけ。まあ、理由なんか前の動画とかで言ってるよね。まあ、見てちょうだい。それで、そいつの、なんだっけ。前は、四角くなってる極太の方で
うまいこと書けたらいいんじゃないかと思ってたんですけど、今回はあの太いっていう方で、全部書いてます。どっちでもいいんですけどね、どっちでもいいんですけど、四角い方すげえ書きづらいと思ったんですけど、意外とやっていけばタッチつくんでいいんじゃないかなと思ってたんですよ。そしたらあれ結構そのエッジが減るのが早くって、同じ調子で全然書けないんですよ。あのずっと硬い時の最初のエッジのままだったらなんかちょっといいかなと思ったんですけど、そうでもなくないみたいなの でそうなってくると、その太いっていう方、極太じゃなくて太いっていう方向で、ちょっと何度も書かなくちゃいけないのがもう手間がかかっちゃう部分っていうのをなるだけ避けたいんだけど、まだそれよりも同じ調子で書ける時間が長い太いっていう方で書いた方がいいんじゃないかとか、いまだに試行錯誤してますね。簡単に言えば、太いっていうやつと極太の間ぐらいか、極太でもいいんですけど、あのぐらいの、筆ペンがあればいいんですよ。筆ペンでなおかつ顔料インクのがあれば、もう僕はそちらに変えますね。で、そういうのがないので、染料インクはあるのかな。インクがね、シュッてすぐなくなるらしいんですけど、だから結果的には、普通にインクつけて、インクっていうか墨汁つけて書いてる状態になっちゃうんで、それだったら筆でいいんじゃねえかっていうことになっちゃうんですよね。はい。で、ちょっと工夫をしてますよ。そんでもって、なんだっけ、まあそんななんですよ。で、で、書いたので、で、完成っていう絵は、まあ、後ほどっていうか、現地で見てください。はい。ということで、こんな感じで書いたり、書かなかったりしています。で、なるだけ当日も、最初と、締めの時と、水曜日は在廊しますので、その時は、なんかちょっと中で、絵が描けたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。一応場所は作るんで、描くつもりにはなってるんですけど、ただ僕の体力がなかったり、あと、その、なんですかね、マルシェとの同時開催の都合で、なんですかね、うまく、場所が作れない可能性もあるので、その時は、まあ、ご愁傷じゃねえや、まあ、できませんでしたっていうことですね。はい。なわけで、できたら見てください。はい。では、またねー。